皆さんおはようございます。太郎でございます。ということで今回はこんにちはですね。お昼になってまいりましたけれども、お腹が空いてきたんでマックをたくさん買ってきたんで食べたいと思いますという動画です。これね、別にこれ誰が見るじゃなくて、僕がマイクで食べてる時の音が妙に気に入って、ちょっと早速紹介したいと思います。まず一つ目、飲み物から。マックフィズトロピカルブルーハワイ。トロピカルブルーハワイに滑らかでコクのあるソフトクリームをトッピングした夏らしいデザートですね。マンゴースムージー。アルフォンソマンゴーのピューレを使用した濃厚な香りと甘みが特徴のフルーティーで爽やかなひんやりスムージーで、果汁 10% ってことで450円でございます。みんな気づくと思うけど、スタバだとこれなんだっけ、マンゴーパッションティーフラペチーノにそっくりかなと思うんですけど、ちょっといただきたいと思います。いただきます。ああ、これは、これは、マンゴーパッションティーフラペチーノそのまんまです。で、スタバのやつよりちょっと甘いかなって感じ。あっちはティーだからね。こっちはスムージーだから、まあ違うんだって言われればそうかもしれないけど、まあほぼ一緒ですね。美味しいです。うん、これ450円だったら全然いいと思う。刺す種類を間違えちゃった。こっちにマンゴーパッションティーを刺さなきゃいけなかったんだ。甘いな、ちょっと甘すぎるかなって感じがする。ではこっち、僕はね、これがちょっと楽しみで、ブルーハワイ大好きなんですよ。まあブルー、うわ、すごい、すっごい出ちゃった。うん、めっちゃ垂れてるやん。どっから垂れてんのこれ。あ、ここか、ここだ。画面外でやらないでこういうこと。さ、大元を処理しないと。ああ、すっこういうことになってる。食った人、ちゃんと家に帰って飲んだことないでしょ、これ。5分ぐらい持ち歩いただけで、こんななっちゃいます。溢れんばかりってか、あ、また垂れた。うん。あ、すげえ。あ、飲めばいいんだ、こっちを。あ、うまい。僕、ブルーハワイ大好きでね。ありきたりなブルーハワイって感じだけど、炭酸がめっちゃ効いてて、ソフトクリームのが乗った炭酸ジュースあるじゃないですか。あれが僕大好きで、甘いの大好きなんですけど、それのブルーハワイバージョン。これはめちゃめちゃ美味しい。あー、すっごい出た。この、ここ吹かれると気持ちいいよね。昼から何言ってんのって感じだよね。これパイナップル果汁が入ってるみたいよ。パイナップル果汁とパッションティーが入ってる。パッションフルーツか。合わせて 1% 使用ってことで、まあほぼ使ってないっていうことですね。ソフトクリーム自体も美味しい。うん。まあ暑い。もう夏はね、冷たいのを食べるに限るね、ほんと。めっちゃうまい。ソフトクリームってさ、コンビニとかで売ってないじゃないですか。ミニストップ以外。だからこういうところで食べれるのはいいよね。前回は朝マックを紹介してるので、もしよろしければご覧くださいということで。この部屋ね、めちゃめちゃ暑いって話を前回、なんだっけな、この机組み立てた時とかにしたんですけど、ガチクソ暑いんですよ。っていうのはなんでかわかりました。部屋の正面と右と左、他の部屋がないんですよ。あっち側だけ廊下と繋がってんだけど、他が全部ないから、もう全方向から熱い空気がグワって来てるわけ。それでこの部屋だけブロックみたいな感じになって、そこだけ冷やそうとしてるから、もう全然冷房が効かないんだと思うんですよ。で、あとカーテンをつけてないとか、まあいろんな理由はあるんですけど、まあこれうまいわ。この炭酸ジュースとソフトクリームが混じった時の味が僕大好きで、混ぜちゃったりしてこうやって、ああ最高です。ということで、これだけじゃお腹がいっぱいにならないということで、ご飯も買ってまいりました。ハワイアンということで、まずこれ、ガーリックシュリンプね。プリプリ食感のエビカツに、ロースト感のあるエビの旨味とガーリックの食感が効いた、スパイシーなソースが病みつきになる一品です。焦げた感じのバンズになってて、中身がこんな感じでございまして、上から、マヨネーズ、レタス、ガーリックの揚げたやつ、最後ソースって感じですね。いただきたいと思います。うん。うん。うん、これね、うまい。エビ自体がプリプリなんだけど、エビ自体にも味がついてて、食感が面白いんだよね、このカリカリっとしたやつがね。僕はこれ大好きですね。470円でちょっと高いんだけど、美味しい。公式のホームページには辛味が苦手な人はご注意くださいって書いてあるんだけど、僕全然辛いとは思わないです、これは。でもニンニクもっとガツンときてもいいかなとは思いましたけどね。これは王道だと思いますけども、ポテトね、俺シャカシャカポテトで頼んだんですけど、シャカシャカがない。すごい、シャカシャカポテトってこのシャカシャカする中に粉が入ってんだね。知らなかった。シャカシャカポテト、サワークリームオニオン味、まろやかでクリーミーな味わいとオニオンの旨味に加えて、爽やかな酸味が病みつきになる一品です。そのままでも食べたくなるよね、ポテトってね。うまいね、ポテトは。ちょっと入れます。めっちゃ舞うやん、この粉。粒子がめっちゃ細かいんだけど。こんなに細かいよ。見てわかるでしょ、これ。なんか運動場に引く粉吸ったみたい。中はこんな感じでございになってます。プリングルスかなんかのサワークリーム味があれ大好きで、もうほぼあの粉をかけたみたいな感じです。プラス40円ぐらいでこれにできるんで、絶対した方がいいと思います。本当に美味しいとうまって言わなくなるよね。うん、満足。
ってことで最後に買ったのはこれです。スパイシーベーコンポテトとはホクホクのポテト、スモーキーなベーコン等のたっぷりな具材をうま辛に味付けし、サクサクのパイで包んだスパイシーな新商品です。かじってあげて夏を歌おう、かじってあげようの方がいいと思うけどね。なんで夏を歌う必要が、まあそんなことでもね。中こんな感じです。結構でも赤くなってますね。いただきます。食感はほぼアップルパイなんですよ。カリッとした感じと、あと中のこのトロトロの感じもアップルパイなんですよ。なんか食感はアップルパイだからすごい変な感じする。美味しいか美味しくないで言ったら美味しくはないね。トロッとしてる感じがちょっと、もう少しジャガイモのホクホク感とスモーキーなベーコンが入ってるって言うけど、それを全然感じない。これはちょっとあんまりおすすめした感じしないかなって感じですね。確かに辛いね。今回食べた中で一番美味しかったのはポテトですね。ポテトが一番美味しかった。飲み物は今回2つ買いましたけど、次どっち買うって言われたらこっちですね。こっちを買います。こっちの方が安いんだよね確かね。そう、こっちの方が全然安いんですよ。しかもソフトクリームを食べれるっていうので、絶対僕はこっちの方が、こっちをおすすめしますね。体に悪いって感じはするけど、たまにはこういうの食べてもいいと思いますよ。ということで今回ですね、夏のハワイアンを楽しんでみたということで、こういう動画って多分発売日初日にあげたらね、そこそこまあ再生もされるのかもしれないけど、もうこんな終わりも近づいてきたことって誰が見るねんって感じだけど、僕が食べたかっただけなんで食べたということでございます。ネタが尽きたわけじゃないですからね。また次の動画でお会いしましょう。それでは最後までご覧いただいてありがとうございました。失礼します。はい。